慶応大学医学部2023年の物理の二種問題の続きその3です。問2、図2に示すように XYZ の3次元空間の点 00R、 ただし R は正を中心として半径 R 屈折率 N の透明な球がある。球以外の空間の屈折率は1である。Z が負の領域からこの球に対して点括弧 A00 を通り Z 軸に平行に進む光線が入射した。 R は光の波長と比較して十分に大きいので球に入射した光線は球に入射する点を接点とする接平面を境界面として屈折の法則に従って屈折するとみなせる。括弧 D、光線が球に入射する点の X 座標及び Z 座標を接平面に対する光線の入射角 I と半径 R を用いて答えよう。括弧 E、接平面に対する屈折光線の屈折角を R とする。 Z 軸と屈折光線とのなす角度括弧 A 角を I、R を用いて答えよう。括弧 F、光線は球内を直進する。この方程式を Z イコール E、四角 EX プラス四角 U とするとき四角 E を IR を用いて答えよう。括弧 G、 四角 U を NR を用いて答えよう。ただし I は1より十分小さくおよび R は1より十分小さいを想定し θ の絶対値が1より十分小さいとき成立する近似式 sinθ は約 θ、 cosθ は約1を用いて近似せよ。括弧 H、眼球は大まかには角膜部分で屈折して網膜に実像を結合する構造である。眼球が単一の球形ではなく角膜部分が盛り上がっている理由を角膜の屈折率 1.336 を用いて考察せよ。眼球内部の屈折率は角膜の屈折率と同じとする。問い3、括弧1、図4、括弧 A、括弧 B に示すように右手を上げた人が X 軸の正の方向を向き、その先に凸レンズがあり、人の実像をスクリーン上に結んだ。スクリーン上の実像として適切なものを以下の選択肢1から8から選び、番号で答えよう。括弧 J、 図4、括弧 C、 括弧 D に示すように右手を上げた人が X 軸の負の方向を向き、その先に置かれた平面鏡により人から出た光が反射され、凸レンズで反射光による人の実像をスクリーン上に結んだ。スクリーン上の実像として適切なものを以下の選択肢1から8から選び、番号で答えよう。問4、問2、3を踏まえ括弧引用しながら鏡に映さずに直接見た他人の姿や文字の向きと比較して、鏡に映して見た自分の姿や文字の向き上下左右に関する特徴を考察せよ。問2の括弧 D の問題です。光線が球に入射する点の X 座標及び Z 座標を入射角 I と半径 R を用いて答えよという問題です。光線が球に入射するといったらここですね。ここの X 座標は何かというと、ここはすでにもう A と書いて A ですけども、この半径 I と R を用いて答えようというわけですから、ここのここですね、ここの X 座標といったらここの長さです。で、Z 座標といったらこちらが Z、こっちが X ですから、ここの高さですね、ここが Z 座標になります。まずその X 座標はここですね、ここは何かというと、これが R ですから、R の sin I ということがわかります。もう一つはここですね、ここはこの R からこのここは何かというと R の cosine i ですから、 R 引く R cosine i ですね。つまり R でくくると 1-cosine i となります。 i と R を用いてこういうふうに表すことができます。次は E の問題です。 Z 軸と屈折光線、これは入射光線でこちらが屈折光線ですね。これがとのなす角度、このつまりここですね、 IR を用いて答えなさいということです。
あとさ、前文で D の時でここにも愛を当然のごとく使ったわけですが、なぜここが愛かというと、こう入射角愛はもう問題文に与えられています。で、屈折角はもう R ですね。ここも問題文に与えられています。で、ここはそのこことこここれとこれはこれが方接平面に対する方線ですね。で、これはまあそのまま入射交線の延長です。ですからこことここここは対中角ですね。ですからこれとここは平行ですから、こことここは錯角で等しいということが愛になります。ですからまあここは愛ということですね。でもう一つはここが愛ですね。でここが屈折角 R ですが、この角度は何かというと愛引くの R です。この角度は愛引く R です。これもこれとこれ絶対が平行ですから、これ垂直、これ平行であるということを問題文に与えていますから、これとこれ平行ですから、ここの角度とこの角度が錯角同士で等しいということで i-r ということになります。次は F の問題です。光線は球内を直進すると、ここが入射して屈折光線ですね、球内を直進します。でこの方程式を z 軸ですね、こっちが x 軸ですから、この直線の式ですね、ここが傾きになります。 ex プラスこれが切片ですね。まあ、通常は、まあ、Y 軸、X 軸、XY 軸でいうと Y 切片と言ったりしますが、この場合は、まあ、Z 切片だと言いますね。で、四角の E、つまり傾きを I、R、無知で答えなさいという問題です。つまりここの傾きですね。この傾きというのはこれ分のこれ。まあ、ここで言うと、これ分のこれが傾きになります。これ分のこれですから、まあ、これちょうど負ですね。こちら行きますから、こちらが正ですから、マイナスになるわけですね、傾きは。これ分のこれを求めたいわけですが、ここで i マイナスと、ここで ir を用いているんですから、まあ、この全問の結果を使うわけですね。これのタンジェント i マイナスは、タンジェント i マイナス r はこれ分のこれですね。ですから、今言ったこれ分のこれの逆数になっているわけですね。ですから、タンジェント i マイナス r 分の1になると。しかも、これ分のこれということはプラスですが、これ分のこれということはマイナスですね。ですから、ここにマイナスが入れます。ですから、ここの傾き e は、これが答えになります。次は括弧 G の問題です。ウを四角のウを N、R を用いて答えなさいという問題です。ただしこの入射角 I ですね、 I はその1よりも十分小さいと、 R は1よりも小さい、まあ、1というのは例えば6分の π とすると π が 3.14 ですから、まあ 0.5、 もう6分の π30 度ぐらいの時でももうそのこの近似しなさいということになるわけですね。まあ、1より小さいということですが、まあ3分の π にしてもまあその3分の π というのはまあ60度ですが、まあそれは60度以下だということですね。でまあ一般にここで θ が1より十分小さいときはこれを、まあ、この近似式を使いなさいという指示があります。でこれここでまあここのまあ i がまあ微小角だということですね。でこの直線ですから、この直線の方程式は傾きが全部の結果でこうなりました。で、ウを求めたいわけですね。ここの切片ですね、この切片を求めたいわけです。この直線の式はこうですが、ここではここを通りますね。この直線というものはここを通りますから、ここは何かというと全部の結果でありましたね。ここが R sin i だと、こちらここが R の1マイナス sin i、 これはもう全部の結果です。これを通りますから、ここが Z 軸、Z 座標ですね。これをここまで来ました。X がこれまで来ました。ここまで来ました。で、ですから、こういう関係式は成り立ちます。で、ところで、この i と r が十分1より小さいですから、これがまあ、ほぼ1と考えて、これ、結局1引く1で、右辺、左辺は0になります。で、こちらは同じようにして、タンジェント i-r は i-r ですね。例えば、sinθ が θ とすると、sin θ だったらこれ分のこれですが、まあ、小さい場合はこれ分のこれ、タンジェント θ はこれ分のこれで、同じようにやはり θ と考えられますね。タンジェント θ も、タンジェント θ は約 θ と考えられますから、 i-r マイナスの r のこれは i ですね、プラス u となります。いや結局 u はこれをこちら持ってきて r は i-r になりますね。でここでは n と r ですから、もうここをこれが分からない、これを考えないといけないですね。ところでこれこうで屈折しますから、スネルの法則、屈折の法則から、ここでは屈折時が1、こちらが n ですから、1 sin r イコール n sin r という関係式になり立ちます。屈折の法則ですね。でこれがまあ i だと、これが r だということで、 i イコール
N、これ1ですから I イコール NR だという関係式ですね。ですから I が NR だということです。ここが当てはめます。 I が NR、 I が NR ですね。でここで R でくくると N-1 R で R と R が消えます。ですから N と RR で答えると N-1 分の NR となります。次、括弧 H の問題です。眼球が単一の球形ではなく角膜部分が盛り上がっている理由を角膜の屈折率 1.336 を用いて考察せよ。角膜だけでなくてここの眼球内部も屈折率が 1.336 だという問題文にも指示があります。で、ここで単、もう全問の結果は引きつっていますけれども、その直線の方程式ですね、眼球内部を直線する光線のこの一次関数ですけれども、こういうここは i マイナスの r ですね。ここは括弧が入れます。こういう式です。でこれも y 切片は n マイナス1分の nr だということですね。 z 切片ですね、z 切片はこうだということで、ここのつまりここのここを0としてここの長さですね、それを意味しているわけです。でここでの眼球内部も屈折率が 1.336 ですから、ここ1.336 を代入してやると、この R というのはあくまでもこのここの半径ですね。眼球内部、眼球の球の半径です。ですからこれは 0.336、 これ 1.336 ですから、これを実際割ると約 3.9 で、約 4.0R、 この R の4倍、ここが 2R ですね。この 2R のここの 2R のさらに2倍ですから、このここら来るわけですね。ここにこう結合するわけですけれども、焦点、ここが角、網膜ですね。ですからここに焦点、結ばないわけです。ですからぼやけるわけですね。ですからここにちゃんと物が見えるようになるためには、この網膜にここの、像が結合しないといけないですから、ここちょうど Z 切片が 4R でなくて 2R 必要だということですね。 Z 切片が 2R の時に物がはっきり見えるわけですね。こう平行光線だとすると、ここは焦点距離だと言えるわけですが、そのためにはどうするかというと、そのここの半径が、球の半径が、極質半径が R ですけれども、その R' とします。これ Z 切片が 2R とするわけですね。その時のその眼球、眼球、角膜、なるわけですけれども、その半径を R' とすると、この R' は何かというと N で2RN-1 で N であったものですね。で 2R、 これはあくまでもここの元々の半径です。 2R ですね。でこれは 1.336 低いですから、こうなります。ちょうどこれの逆数ですから、またこれを割り算する必要はなく、逆数ですが、約4、これが4倍ですから4分の1倍ということを言いますね。これあえて計算する必要ない、約ですから2分の R だということですね。ですから極率半径、新たな極率半径はこの球の半分の大きさ、つまりこういうその極率半径であればいいわけですね。ですから2分の R、 これが R という極率半径ですが、これは2分の R というその極率半径、つまり角膜同じ、質的に同じなんですけれども、ですからここで入射したら、ちょうどここで結束するというわけですね。 2R ですから、これ物がはっきり見えるというわけです。ですから、交差しなさいということは、以上のような結果を踏むわけですけれども、極率半径が2分の R だという、これ必要だということですね。ですから、この眼球とすると、ここ角膜がこうして盛り上がっているというのは、ここをこう意味しているわけですね。問3の括弧1の問題です。右手を上げた人の実像をスクリーン上に結んだと、その実像として適切なものはどれかという問題です。凸レンズを前にして人が立っています。これは真上から見たところですね。こちらに頭があって、こちらに左手ですね、右手こちらですから、こういう真上から見た場合、この凸レンズでこう光は、もう光というのは一つの点からもう四方八方に出ていますが、代表的なものをこう選んでみたわけですね。平行光線でいうと、ここで焦点に行って、ここへ来る、これはまっすぐ進むということで、ここで結合するわけですね。ですから右手はこちらになると、スクリーン上ではそのこちらになるということですね。で上、今度は真横から見て、こちらが頭、こちらが足とすると、頭、足の方がこちらに来るということですね。ですから転倒するわけですね。逆さまになる、全て逆さまになってるわけです。ですからスクリーン上では、
その右手がこちらですから、スクリーン上では逆にこちら、こういうふうに見えるわけですね。こちらに見えるわけです。しかも点と上下左右逆転してますから、こういうふうになるわけですね。ですから3番ということになります。次は知恵の問題です。鳥さんの全問は1と言いましたが、愛ですね。全問が愛で、これが鳥さんの知恵です。次の問題です。平面鏡により人から出た光が反射され、凸レンズで反射光による人の実像をスクリーン上に結んだ。実像として適切なものはどれかということです。愛の問題では、直接にも凸レンズに向かって人が、その凸レンズによる実像を考えましたけども、今度は平面鏡ですね。で、鏡に映った像、この像が今度は凸レンズにこう行くわけですね。で、どうなるかというわけです。これは一つのアナロジーであって、この鏡で見たときはなぜその文字やあれが姿というものがその文字の逆向きになるのか、上下は同じなのになるのかというその疑問に端を発しているわけですが、それは次の問題ですけれども、とにかくこの平面鏡による像はどうかというと、これ真上から見た右手ですね。右手でこう平面鏡を見ると、こちらも像としてはもう左手の方にしかも、ここは頭は頭ですね。その上下は点として、いないわけですけれども、左手を上げているというわけですね。右手を上げたものが今度は実凸レンズに対面しているということを考えます。ですから2つに考えるわけですね。ですから左手の方も上げたものがこう凸レンズによってこうなる。ですから左はこちらになるわけですね。ですからスクリーン上ではもう右手になってるわけです。しかも頭がこう上下転倒してるわけですね。上下が逆転しているわけですね。ですからこちらはもう左の方ですから、この像としてはこちらになるわけですね。ですから7番ということになります。4番の問題です。鏡に映してみた自分の姿や文字の向き、この上下左右に関する特徴を考察しなさいという問題です。鳥さんで全問ですね。全問で考えた凸レンズによる実像は何を意味しているかというと、この眼球に光が入って屈折して網膜に結合するという一つの簡単なモデルなんですね。ですから網膜に結合することと同一のことを意味していると。 ですからもうその鏡ではなくて、その生のままの姿がこういや文字というものが凸レンズを通して上下逆転し、左右も逆転するんだということですね。その逆転した上下左右が逆転したその網膜に結合したものが、その脳の中で正規の位置というか、それに、普通の姿として映るようなその一つの仕組みがあるのかもしれませんけれども、ですからこの鏡の場合はどうかというと、上下は点灯しないままですが、左右が逆になった像が凸レンズの前に立って、それがまたその凸レンズによって屈折して、その上下左右が逆になったものがそのスクリーン上に映ると、つまり網膜にもその鏡ので映ったものはやはり上下は逆転したままで、その左右が逆転、さらに逆転したというわけですね。で、上下が点灯したものはその脳の中でその仕組みによって一つの逆転してないままの像ができるのかもしれませんが、それはさておいて、その上下は逆になったままですが、左右はさらに逆になるんだということに、ここに注意しないといけないですね。鏡に映った場合は上下は点灯しないまま脳の中には認識されますけれども、その左右は逆になったんだということですね。そこが大きな違いです。ちなみにレオナルド・ダ・ヴィンチが共存文字という左手で、しかも左右逆になった文字を書いていましたけれども、鏡に映するとちゃんとしたものが見えるわけですね。それはさておいて、とにかく上下は点灯し、脳の中で認識されるものは鏡に映った場合は左右だけが逆転しているんだということですね。